プロ野球が2リーグに分裂して初めてのシーズンを迎えた昭和25年、両リーグ代表の優勝決定戦日本ワールドシリーズが開催された。現在の日本シリーズの前身、この輝かしい第一歩が踏み出されたのがここ明治神宮野球場であった。そして昭和37年、東映フライヤーズと阪神タイガースとの間で行われた日本シリーズが神宮の森で行われた最後の決戦だった。それから30年の時を経た今、またここで両リーグの雄が激突する。ホンダプリモ店から。夜更かしはいくつになってもワクワクするわね。おいおい、明日仕事だぜ。会社休んじゃえば。家で飲む贅沢、日課オールモルトハートの製氷皿プレゼント。魔法の絨毯、魔法の絨毯、魔法の絨毯。エアコンと相談して温める賢いホットカーペット、山陽魔法の絨毯。山陽です。あなたに足りないのは保水力。ソフィーナのフェイスバランスが若い肌の保水力を高めます。油っぽいのにかさつく、そんなお肌もツルッツル。ソフィーナフェイスバランス誕生。今度のガオーはカメレオン AI。 暗い部屋では眩しさを抑え、明るい部屋では画面くっきり。ガオー、ひときわ目に優しいカメレオン AI じゃ。Panasonic. Infini. 心を解き放つミディアムセダン、アンフィニ MS8。 お近くのアンフィニへ。ライブ中に俺の弟ブラザーができたんだ。狙ったところにピンポイントカットも。フリーダイヤルのアウクラグロウ。ライブニュートトゥゲザーしようぜ。アデランス。1番目はグラグラ。2番目はゴロゴロ。3番目はボウボウ。なら4番目は何でしょう。答えはトヨタのお店でね。17-18トヨタの日。神宮の森で実に30年ぶりに行われます日本シリーズ、ヤクルトスワローズ対西武ライオンズ、12時30分プレーボールです。それでは早速放送席をご紹介いたしましょう。私のお隣、日本シリーズはジャイアンツの V1 の時、昭和40年この南海と対戦しております、関根純三さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくどうぞ。そして矢沢健一さんです。よろしくお願いします。30ホーマー以上のバッターが両チームに3人ずついるんですね。そうですね、はい、非常に、ね、そういう意味ではね、特にそのヤクルト投手陣がね、その西武のねこの3人のホームランバッターをどう抑えるかね、いいポイントがありますね。はい、そして今日のゲストです。
15年間かぶり続けたマスクを静かに置きました辰川光雄さんです。よろしくお願いします。辰川さんどうもご苦労様でした、はい、ありがとうございます、このシリーズ今日はキャッチャーの目から見た両チームを分析していただきたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、そして副音声の方も大変豪華なメンバーでございます。中井さんちょっと紹介してください。はい、副音声ではですね今日はバトルロイヤルと題しまして、西武ライオンズ OB の松沼博久さん、そしてヤクルトスワローズ OB の尾花孝雄さんを迎えしまして、投手の心理状態から選手のとっておきのエピソードなど、柔らかいところも硬いところも取り混ぜて 1OB としてお二人に耳いきな応援をしていただきたいと思います。さて松沼さん、今日の見どころ一言。はい、やっぱり西武がいかにこう、はい、いつも通りのことをね、はい、やってくれるかなというところですよね。そうですね、はい、尾花さんどうでしょう、ヤクルト。やっぱり岡林がね、はい、どれだけいいピッチングをするかだと思いますけどもね。そうですね、はい、さあ今日の試合一体どうなるんでしょうか。副音声でもお楽しみいただきたいと思います。すでに先発ピッチャーが発表されております。ヤクルトが岡林、西武が渡辺久乃。関根さん、このシリーズほど先発ピッチャーを読むのが難しかったシリーズというのは珍しいですね。はい、そうですね、まあ、シーズン中からヤクルトの場合ね、先発ピッチャー難しいんですよね、読むのがね、まあ、だけど僕はねこのシリーズの今日のゲームはね西武の方がちょっと読みづらかったですね、はあはあ、工藤の方が来るのか、石井が来るのか、と思ったら私は渡辺久乃部読み違えましてね、石井だと思ってましたから、はい、そうですか、はい、ちょっとスターティングメンバーをご覧いただきましょう。ご覧のオーダーです。西武ライオンズはこれはもう岡林を読んでるオーダーですね。そうですね、まあ、左がね、はい、まあ、いないだろうということで、やっぱりこう読んでますね。デストラーデをレフトに入れています。さあ一方のヤクルトの方です。ご覧ください。こちらはどうですか、矢沢さん、このオーダーは。これはね、先ほどね、関根さんが工藤はないだろうというね、しかし工藤は今日はピッチングしてましたしね、それと足の状態っていうのは野村監督の方にね情報として入ってたんじゃないですかね。だからそういう意味では偵察メンバー使いませんでしたね。さあそれでは決戦に臨む両監督のインタビューをお聞きください。まず西武ライオンズ森正明監督です。まあそれぞれがやっぱり明日からのシリーズに向けて、コンディション作りしてくれてましたから、まあそれがどう出るか別問題として、まあまあいい形では来てるんじゃないんですか。あえて言うならば、デストラーデがレフトを守ってどんな守備をするかなというぐらいですね。僕は非常にそのヤクルトの打線というよりもヤクルトのピッチャーというものに、警戒といいますか、まあ、どういうんですかね、ある意味においては果たしてうちの打線が点が取れるかなというぐらい評価はしております。相当そのふんどしを締めて、いかないと世評通りにですね、甘く見て、やったらもう完全にやられますよ。アニアン、はい、このインタビュー聞いてどうですか。その通りだと思うんですよね。やっぱりヤクルトの投手陣がやっぱりこういいピッチャー目にしてかわしてこられたら絞る前に終わってしまう危険性があるんで、やっぱり森監督の言ってる通りだなと思います。そうですか、はい、辰川さんね、はい、去年をね振り返ると、はい、森監督時代の先取りしたんでしょうかね。辰川さんを一生懸命褒め殺ししようとしましたよね。それと同じようにヤクルトのピッチャー褒めてますが、はい、そうですね、後から打った後にねおそらく言うと思いますよ。やっぱりヤクルトのピッチャーはボロだったなと。もうそれも僕も去年言われましたからね。そうですか、さあそれでは続いてヤクルトの野村監督のインタビューです。一戦が終わった時点で、まあ、手応えまではいかなくてもいけるいけるっていうのは気持ちになってくれれば、そんな試合をとにかく第一戦にしたいですね。でもヤクルトはもう今年もご覧の通り計算のできるチームじゃありませんので、連敗もあれば連勝もあるというチームですから4勝0敗でいきたいですね。4勝0敗で、だからこう1敗するとズルズルっといく可能性がありますんでね、まあ勢い流れをなんとか勝つならストレートというような気持ちでいますけど。
小花さん、はい、勝つんなら一気に行きたい、これはその通りだと思うんですがね、そうですよね。でもまあ監督としてはね、不安も多少はあるけれども、でも勝つ自信はあるよというね、なんかそういう決意みたいなものもね、今のインタビューの中にありましたね。そうですか、関根さんね、はい、今の両チームの監督のお話聞いてどうですか。はい、はい、野村監督の話、やっぱりチームをよく掴んでますよね、はあ、連勝もあれば連敗もあるシーズン中ね、私もその通りだと思いますし、はい、一つ負けると流れを止めてしまうとドドッといかれる脆さもヤクルトにありますんでね、そういうのはチームよく掴んでるなと私思います。そうです。それと森監督は、はい、やっぱりデストラーデのレフト、これがやっぱりちょっと気にかかってんでしょうね。そうですね、言葉は非常に気にしてないというか、なんか微妙な言い回しでしたけど、はい、やはり気になってると思います。そうですか、はい、そういった両監督のインタビューです。さあ、それではコマーシャルを挟んで両チームの戦力分析、それからこのシリーズを占ってみたいと思います。ハイドローが打てる、ヴァンガードアルファ誕生。あなたの飛距離はもう一度伸びる。ミズノ。It begins to tell round midnight, round midnight. 最上のプライバシー、ホンダプレリュード、ホンダベルノから。パリのババ元気かな。国際電話なら0041だね。休日はさらに特別で、私 ITJ の0041です。0041、今かけるとプレゼントが当たる。0041。髪の汚れをしっかり落とす、大事な髪をしっかり守る、それがスーパーマイルドの優しさです。 AMT で優しく洗う資生堂スーパーマイルドシャンプー、髪に優しくしてる。新しいと感じた、しかしずっと知っていた美しさのような気がする。マツダセンティア。スッキリした味わい、スッキリした甘さ、ポッカ 100% コーヒー、キリマンジャロ、モカ新発売。 100% コーヒーはポッカ。この世にすれ違いザウルスがはびこる限り、ポケットベルが関西テレメッセージ紹介してね。ダスキン嫌いなあの人も紹介してね。サダが嫌いなあいつも紹介するともらえます。ダスキン100万枚大風呂式プレゼント、お申し込みは100万100万。さあ、それでは両チームのデータをちょっと見てみたいと思います。まずピッチャーです。チーム防御率ご覧ください。ヤクルトが 3.75、西武が 3.52。 この数字を関根さん、どういうふうにご覧になりますか。やはりヤクルトの場合はシーズン中ピッチャーで苦労したなというふうに思いますよね、はいはい、やはり西武の投手陣、今年は去年ほどじゃなかったんですけど、やはりよく放ってるな、揃ってるなっていう感じは受けます。はい、小花さん、はい、このチーム防御率 3.79 という数字はどうですか。まあ、ヤクルトからすればよく頑張ったんじゃないかなというふうには。ヤクルトにすればよく頑張った、はい、まあ、これというものもね、やっぱり古田が慎重に慎重にこうリードした成果だと思いますけどもね、はい、そうですか、はい、さあ、そして今度はバッティングの方を見てみたいと思います。まずチーム打率です。ご覧ください。ヤクルトが2割6分1厘、それに対して西武が2割7分8厘。矢沢さん、これも西武の方がちょっといいですね。まあ、しかしね、西武はやはり秋山、清原、デストラですか、その3人以外にですね、やはりこの脇役陣が本当に充実してますからね。そういう意味ではもう今はもう絶頂期じゃないですかね、そしてホームランをご覧いただきましょう。ホームラン、これがちょっと違うんです。ヤクルトが173本、西武が159本、共に両リーグ1位同士です。ちなみに1位
同士のチームのシリーズでの対決は55年の広島近鉄以来12年ぶり10度目という、辰川さん、この数字はどういうふうに見ますか？ホームラン。そうですね、やはり球場の関係がありますので ねなかなか言えないんですけどね、神宮球場の場合はね、普通のところより2割ぐらいたくさんホームラン出ますのでね、またこの数字は意外と当てにならない部分があると思いますね。そうですか、はい、はい、それから打点の方はどうなってましょうか？打点をご覧ください。ライオンズの方が623打点、そして一方のヤクルトが576打点というふうになっております。さあ今度は走塁について見てみましょう。これは盗塁です。西武が116、ヤクルトが92。関根さん、この数字はどう見ましょう？やっぱり西武の方がやはり満遍なしにというか平均していってるなっていう感じを受けますよね。はい、ヤクルトの場合は どちらかというと偏りますからね。辰川さん、はい、さあ問題の盗塁阻止率なんですがね、はい、ちょっとこれ見てみましょう。古田選手が4割8分3厘、それに対して伊藤選手が3割1分4厘、このキャッチャーの、ね、盗塁の阻止率、これが非常に大事だと思うんですが。そうですね、盗塁阻止率は5分だと思うんですよね。数字とはね、裏腹にね、まあ、単独スチールできるのが飯田君だけですからね、はい、後の選手はもうよっぽどノーマークじゃないとね、走れませんのでね、はい、そういう意味で伊藤君の、ね、阻止率はちょっと低いんですけどね、飯田君さえ注意すればね、はい、もう古田君と五分五分というところでしょうね。そうですか、はい、去年ねマスクかぶってみて、はい、西武の選手についてはどうですか？そうですね、隙あらばどういうんですか、スチールも狙ってくるいう選手がたくさんありますのでね、そしてまた不用意なね、カウントに来るとカウントを取りに来る球をね、長打された場面がたくさんあったのでね、はい、まあ古田君にはねカウントの取り方をね注意してもらいたいと思いますね。そうですか、はい、そういう話はされました？しません。してないですか？そうですか。両チームのデータをご覧いただきました。ほぼ互角と見ていいですね。そうですね、いい勝負ですよね。はい、さあこれでは、ここで今度は両チームの試合前の表情をちょっと見てみたいと思います。まず西武からです。9時半ですから非常に早くチーム入りし、球場入りしました。緊張してるよ。緊張しているよという一言がありました、渡辺久乃さん。そう言ってる時はそうでもないんですよね。ほうほうほう、してないしてないって言ってる時意外に緊張してるんですよね。そうですか、はい。辰川さん、はい、去年の今頃思い出すんじゃないですか？そうですね、思い出しますよ。はい、清原です。清原が昨日のバッティングは非常に好調でした。そして先兵隊の、辻です。まあもう余裕十分という感じですね。慣れてるなっていう感じは受けますね。そうですね、さあ今度は、ヤクルトの選手たちをちょっと見てみましょうか。頑張ります。いや、ちょっと飯田富士って来るでしょう。まあ経過されるだけ嬉しいと思って思いっきりやります。プレッシャーは大丈夫？ない、大丈夫。データはあるけど、うん、抑えれるかどうかは別問題。気をつける点は今日特に。え？古田さんが一番これ気をつけていこうと思ってます。全力疾走。そういうことじゃなくて。小原さん、はい、こちらも非常になんかこうね、初出場とは思えない余裕がありますね。そうですね、まあ、余裕と言いますか ね、シーズン結構苦労しましたので、はい、まあ、このシリーズはね、なんかこう思い切ってぶつかろうということだけを考えてると思うんで、まあ、その余裕というよりも当たって砕けろっていう、そういう感じの方が強いと思いますけどね。いい意味での開き直りでしょうかね。はい、野村監督も言ってましたね、終盤の5試合に比べたらシリーズの方が気が楽だってね。さあそれではここで、今日のこの第一戦の見どころについてまず関根さんから伺いましょう。先ほどね、僕はやっぱり西武のね方がちょっと力が上かなとは思ってるんですが、このねやっぱり矢沢君言ったようにクリーンアップだと思いますよ。
このクリーンナップが岡林がね、この今日の第一戦で波といいますかね、勢いつけちゃうと具合悪いなと思うんですがね、ですから岡林と西武のクリーンナップっていうのはちょっと見てみたいですね。そうですか、はい、矢沢さんはどうですか。そうですね、まあ、この一戦二戦ですね、やっぱりこのデストラデがこうレフト守ると思うんですね。その守備力、そしてこうピッチャーがですね、まあ、パリーグの場合打席に立ちますから、その辺のこのバントとか、そしてその交代の時期とか、それが難しいんじゃないですかね。辰川さん、はい、両チームのキャッチャーについてはどうですか。そうですね、楽にやってください。楽にね、はい、はい、そしてアニアンは、はい、やっぱり第1試合に強い渡辺久信が、変なところでフォアボール出したらもしかしたら危ないかなという、その辺がちょっと心配ですね。見どころですね。変なところで出しそうですか。可能性はあるですね。尾花さん、はい、尾花さんはどういうところに見どころを置きますか。やっぱり岡林の出来でしょうね。だから初出場ということでね、硬くならないで、シーズン同様にね、自分のピッチングができればいいなと思いますから、その辺がねポイントだと思いますね。はい、関根さん、はい、皆さんにねそれぞれの立場からいろんなこうポイントについてね、はい、ご覧いただきましたけども、はい、このシリーズはポイントというのは盛りだくさんですね。そうなんですよね、まあ、監督のねいろんな采配ね、はい、それもまあ一つのね見どころだしね、いっぱいあるんですよね、はい、それとなんか非常に精神というか新しい感じしますよね、この日本シリーズね、はいはい、そうですね、今日はこの森監督そして野村監督、はい、この駆け引きねこれは見どころ、我々頭痛くなっちゃないかなと思います。2人とも、ね、一筋縄じゃいかない人ですからね、意外にやんなかったりしてね、はい、そうですか、はい、今日はどうですか、投手戦になりそうですか。これはねある程度投手戦というかいいピッチャー出てますからね、はい、そうはねめちゃくちゃに点取れないんじゃないかなと思います。そうですか、はい、そうするとあるいはこの神宮球場での一発が勝敗を分けると、はい、そういうことも考えられますね。アイブでスルスル泡立ちスルスル洗ってアイブでスルスル。スーパートリートメントシャンプーカネボウアイブ、傷んだ髪もスルスルするよ。エメラード誕生、エメラルドという名のオードアスペシャリティ、エメロード三菱から。エメラード、お、午後が変わりましたね。 Good afternoon. 新しい午後の紅茶です。 Mon cœur bat si fort. Monsieur Pat. その瞬間男が伝わる。スーツはシーグラー。 Men Siegler.コットンに帰る。コットン USA 東洋防スーピマ製品についています。グルヨちゃん、ついにビデオ買ったんですって。パナソニックの目次ビデオ、テープの中身が分かる目次がついて、 G コードがついて、これで男がついてたら何にもいらん目次ビデオほっといてんか。パナソニック。おい、まだか。お待たせ。いい車とはなかなか静かで安全で無駄のない車のこと。今だからきちんと選びます。新型ミラダイハツへ。セービー。音が広がる、回る、ダイナミックサラウンド。ダイナミック。パイオニアセルフィー新登場。パイオニア。新しいと感じた。しかしずっと知っていた美しさのような気がする。マツダセンティア。あなたに足りないのは保水力。ソフィーナのフェイスバランスが若い肌の保水力を高めます。油っぽいのにかさつく、そんなお肌もツルッツル。ソフィーナフェイスバランス誕生。ライブ中に俺の弟ブラザーができたんだ。狙ったところにピンポイント勝つも、フリーダイヤルの青クラグロ。ライブ中とトゥゲザーしようぜ。アデランス2といえばカー。
ツーゴーツーカー決め、お利口娘のツーカーブライダル平安閣。あなたのストレートはもっと美しくなれる。水溶性コラーゲンが髪の水分を保って、枝毛コート成分がまっすぐコート。資生堂ラステア新ストレートヘア用。このストレートは真似できない。うわあ、綺麗に焼けてる。フィッシュロースターは裏返さなくても済む両面交互焼きです。美味しく焼こう、ナショナルフィッシュロースター。ナショナル。フォードフェスティバ SX リミテッド、エアコンオーディオ標準装備。週末はオートラマへ。エアコンと相談して温める賢いホットカーペット。三洋魔法の絨毯。三洋です。宇宙飛行士が宇宙に飛び立つと食欲がなくなってしまうらしい。それはどうして？答えはトヨタのお店でね。17、18トヨタの日。レイシューガー、レイレイシューガー、アメリカングルーミング NFL。 個性で選べ、肌に香りのスピリット。ホロン USA チームバージョン新発売。90年、近鉄からペナントを奪回した西武は日本シリーズで前年日本一の巨人に4連勝、王者の地位に返り咲く。翌91年、西武は粘り抜く広島野球に苦しみながらも逆転でシリーズを制し、王者の貫禄を見せた。一方、78年、ヤクルトは強敵阪急に4勝3敗、球団初の優勝を決めた。しかし以来14年間日本一の美酒から遠ざかっている。シリーズ100戦連覇の森監督と ID 野球を掲げる野村監督、2人の師匠が火花を散らし合う。この放送は人と自然と響き合うサントリー、トヨタ自動車、膝倉酒造、津村、グンゼ、出光興産の提供でお送りします。シリーズ発祥の地、神宮の森に、いよいよ始まりました。こちら副音声ではヤクルトスワローズ OB 尾花隆夫さん、日本シリーズ史上初めてのキャッチャー出身監督によるシリーズ対決です。勝手な耳切り放送ですね。今日は解説者というよりも一応 OB に近い視点でお話をしていただきたいと思います。矢沢健一さん、ゲストに、ついに神宮球場で日本シリーズが、このほど15年間の選手生活に別れを告げました、広島東洋カップ、立川光雄さんをお招きいたしました。実況、松倉悦郎、ベンチリポート、西武側、野崎正和、アメリカに一緒にいてたもんですけど、ヤクルト側、福井健二、アナウンサーでお送りいたします。選手の表情も見せていただきました。関根さん、この神宮球場での日本シリーズの開催は昭和37年、東映フライヤーズと阪神タイガース、この第3戦、第4戦が行われて以来30年ぶりです。そうですかね。最終戦でもレフト守ったんですよ。見ていますね。そうでしょうね。完全なこのシリーズはいろんな見どころがあると思いますが、皆さんはまずどういうところ見ててヒヤッとしちゃったのが、あの1試合ですね。やっぱりね、そして先発は今日は渡辺久信投手、ヤクルトのピッチャーと、スワローズの先発ということで、西武の岡林投手を第1戦に持ってきました。西武の波に乗るか乗れないか、乗
乗してしまうと大変だなっていう感じは受けてますね。岡林しかいないんじゃないかなと思うんですね。本当は西村も矢沢さん、矢沢さんはどういう観点から来てたんですけども、後半戦ちょっと良くなかったから、ヤクルトが優勝して1週間経つんですけどね、その混戦の中でね、勝ち取ってきた優勝、この勢いがですね、このシリーズにそのまま走っていけるか、それが一つのね、挑戦者としての、なんて言いますか、あの時はこれでヤクルトの優勝はもしかしたらないかもしれないと思いましたね。どころか広島行ったら、かけてびっくりね、ヤクルトも左リリーフですから、なおかつ4イニングと3分の1投げましたからね、今、ヤクルトの選手が守りに着きました。マラソンの選手がかけていたサングラスを選手はかけています。ピッチャーがね、プロ野球の歴史を代表するキャッチャー出身の両監督の采配、これをちょっと注目してみたいと思うんですよね。いや、そうですね、私が考えたんですけどね、聞いた話じゃないんですけどね、勝ちたい野村監督と負けたくない森采配の感じですね。あ、そうですか。両方とも結果的には勝ちたいんですけどね、野村監督の方はね、より勝ちたいことで、なるほど、森監督の方は負けたくないと、そういう感じが出てますね。そうです、はい、両チームの選手も手に取るように分かってるでしょう。さすが、そういったところからね、分析を今日はお願いしたいと思います。これから始球式、そしてまもなくプレーボールです。ひとまずコマーシャルをご覧いただきましょう。この期待に応えなきゃいけないというね、これありますからね。さあ、最強の日本シリーズ第2戦、どちらが先取点を取るんでしょうか。非常に楽しみになってきました。今からプレーボールがかかります。最近27番つけてる子供が多いんですよね。まあ、やっぱりはね、やっぱりトヨタがね、一番いい顔してますよね。一塁側のダグアウトが映っております。野村監督選手が多いです、ね、野村監督の、ね、あの口が非常に滑らかでしたね、関根さんね。あのね、シーズン中と違いましてね、あのこの日本シリーズの前になってから、ね、それと今日も非常に滑らかなんですよね。ちょっと、なんか開き直ったと、やっぱりボソッと感じましたけどね、思い切っていくぞと、今日は神宮球場雰囲気を漂わせてるんですよね。あ、そうですか。8時半ぐらいからもう開けてたみたいですね、こちら外野席の方の。何度となく野村監督とはですね、毒舌を交わし合ったと思うんですが、もうちょっと肩の力抜けようという感じの表情を今見せましたけれども、そうですね、勝ちたいのは古田選手のリード次第、優勝したいことでね、選手にね、褒美としての4シリーズはね、古田のリードに応えられそうですからね、もうリラックスしたんじゃないですか。2番手3番手になってくるとちょっと分かんないですけども、一方の矢沢さん、森監督についてはどうでしょう。森さんはね、やはりちょっと自信の発言しちゃったかな。当然というシリーズもそうですし、このシリーズもね、そういうふうに思われてるんですよね。やっぱりね、そういう中できちんとした試合をしですね、ヤクルトが勝たないと日本一になると、日本シリーズは面白くないと思うんですよね。プレッシャーになるんじゃないですかね。じゃあ一戦はヤクルトに上げちゃおうかなと、マキロさんは今思ってるんですね。その辺の両監督の采配についてちょっと注目してみたいと思います。その方が面白いねって見てる人はね、先発ピッチャー、まあ、ヤクルトが岡林、西武が渡辺佐野です。そしてその勢いをぜひ、このシリーズにも代表として持ってきて、西武ライオンズに挑んでほしい、そんな感じがしますけれども、さあ、いよいよ西武ライオンズ1番バッター辻選手が打席に立ちました。いよいよ第1戦が始まります。こういう時って1球目ってもう決めてあるんでしょうか。決まってますね。さあ、それではライオンズのオーダーをご覧ください。辻、今の秋山、清原、レストラーデがレフトに入っています。石毛、まあ、僕はスライダーだと思いますけどね。先発が渡辺下野です。意見が全くに分かりました。第1球目の主審が小林、待ってくるだろう。日本シリーズは5年連続5度目です。1塁藤本、2塁井野、3塁前川、注目の第1球はライト寺本です。見事なストライクを取りました。やっぱりここはね、平野は定石通り1球見てくるなというね、そういうもとでストレートでカウントを取りましたね。なんと11打数の8安打1つのフォアボール、ね、7割2分7厘という非常にいい数字が出ています。シリーズの第1打席、出塁率がね、7割2分8厘、1球2球と力強いピッチングです。ね、もう資料がついてますね。毎日プライディングス出てますから、どのボールを狙うか考えに考えて、そして打席に入ったら来た球を思い切りよく振りたいというバッターの辻、はい、拝見したっていうことはないですね、自分の番組ですから。さあ、7割2分8厘でしたか。でも、辻ストライクですよ、大丈夫です。
次は粘った方が実はいいんですよね。この1番バッター一番ファールをしたり粘ったりピッチャーに1球でも多く、しかしこの初回の攻撃というのは両チームとも大きなポイントを占めますね。そうですね、まあ、こっちも飯田ヤクルトカウントが2エンド1です。嫌な1番バッターということになるんでしょうけれども、さあこれはファールになりました。ツーストライクワンボール。はい、今までの配球見ててどうですか。シーズン通りですね。シーズン通り、まあ、でもあれでしょう、今年のシーズンに行ってますとね、外でカウントを稼いで中を見せてね、最終的には外でしょう。いやらしさがね、あまり感じられなかったですからね。そうですか、去年の経験から言ってもこれでいいと。本当の右打ちが今年はね、特に辻君の場合はね、あまり考えない方がいいですよ。右打ちってできてなかったですからね。そうですか。さあ打ちましたが、これはショートでも追いつきませんでした。このシリーズ辻第1打席は7割で出塁です。でこれで平野健がきっちり送ってきますが、目に描いたようですね。見えちゃいますよね。もうそんだけあの昨日も今日も本当に8番かけたんで、なんだあにはプレッシャーかかっちゃうねって言うから、いや、プレッシャーかけても次お前は来るぞ。そうですか、ご覧いただきましょう。さすが、そういったあの OB ならでは、ハイビジョン、ハイスピードカメラによる VTR です。それと今、次はこう流しにかかってましたね、右の方に。そうですか。それが少しこうね、ヘッドがこう、引いてくれましたね。ちょっと聞いてくれました。さあ、早くもトップバッターの辻が一塁に出ます。という感じになりましたね。日本一ですからね。はい、西武の場合はね、これで平野が送るランナーをスパーリングポジションに進めるというのがパターンなんですよね。そうですね、もう 100% 送ると思いますよ。はい、ここは天野さん、岡田選手としてはセットポジションです。なんとかそうですね、だからまあ、野手もそうですけども、大体定石からしてバントですから、そのバントをいくらうまいといってもプレッシャーをかけていけばね、心理的に追い込めば、ミスする確率が高いんで、ここは思い切ったバント守備隊形を取ってね、プレッシャーかけてほしいですよね。さあ、第2球を投げましたら、これはボールです。1球牽制だったんですね。辻が出て平野が得点圏へランナーを進める、これがライオンズの得点パターンです。この辺が野村監督はね、一応その 100% あるだろうなと思うところでも疑ってかかってるっていうところがね、監督らしいなと思うんですけどね。今日はまあ両監督がどんな采配をするかというのを見ものなんですが、意外と何も手を下さないではないかという見方、まあ、試合の成り行き次第ですけれども、ね、でも本当に、ね、あの裏の裏の裏を読んで結局表になっちゃうとかね、だいぶそういうあの噂が出てますよね。さあ一体どうでしょうか。今日は本当にちょうど今お天気も午前中は曇り空が広がっておりまして、三塁手のハウエルがかなり浅めに守っています。どうかなと思っていたんですが、今は青空が広がっております。もう絶好の野球日和ですね。暖かいし、池山がセカンドベースよりプレッシャーかかってますね。前にこう守ってますけど、しかしそんな極端なバント体系じゃないんですね。だからやらして、広瀬さんのワンアウトをね、取ろうという体系ですね。ケンちゃんと呼んでらっしゃるんですかね。ケンちゃんと呼べる年代じゃないから、もうあのチームでは2番目なんですね。大宮保持ですよね。ですから大体の人は平野さんと呼ぶんですけども、僕はたまたま4年間、3年間か。一緒にやってそういうふうに呼んでましたよね。アンツーカーと人工芝の切れ目に右足をかけています。一塁ランナー辻、さあバントしました。この辺りはやはりピッチャー前です。キャッチャーが取ります。取れた辻が一塁に送りました。吉田選手がベースカバーになりました。もちろん辻は二塁に進んでいます。定石通り、そうですね。いい形になりました。西武ライオンズです。いい展開ですよね。あとは問題はこのクリーンナップですよね。ご覧いただきましょう。今のバントデストラーといったところがどんな動きを見せますか。キャッチャー前です。ヤクルトとしてもね、辻を出した場合にはこうなるというのは当然考えるんでしょうから、ワンアウトでクリーンナップを迎えた時のそういう攻め方っていうのは当然ね、ベンチ前でミーティングでやってたと思いますからね。まあここからですよね、ヤクルトはね。秋山、これはもうホームラン誰か一人出たら必ず3人出そうな気がしますよね。いやもう終盤でこれ悪かったですね。だからそういう意味で今日の練習見てもまず負けないんですよね。今日なんですけど27連勝してファールゾーンって言いますね。レフトのそういうふうに飛んでいくわけですからね。
さあこの場面ではどうでしょう。ホームラン入りやすい球場ですよね。そうですね、なんかの30キロのスライダーから入っています。今日は西武1点取りの、このシリーズもしそんなに調子があるかもな。この第一戦で調子がヒットが出ないで波に乗れなかったら西武のクリーンナップ危ないですよ。確かにそうですね。OBをお迎えしました。副音声では日本シリーズバトルロイヤルということでお送りしています。ランナーが2塁、はい、あれですよ、はい、松田さんはね、あの打ち合わせにね、あの遅れましたから、ね、その辺のところがね、ちょっとよく分からなかったということで、そうなんですよね、決めてくれてきてるんですよ。高くなると結構長いんですよね、はい、12時からね、ちょっと顔出しが。日本シリーズでは9本のホームランを打っています。まあ、秋山にホームランが出た時は西武の勝利があります。1勝1敗。さあ、ワンアウト2塁に辻選手が出ています。金馬選手の弱いところっていうのはどこですか。やっぱりね、うん、あ、いけない、僕は決定打ったからインコースですよ、はい、そうですね、秋山に対する本田のリードはどうですか、ね、そうですね、もう少し思い切ってインコース攻めてもいいと思いますよ。そうですか、はい、インコースの高め低め、まあコースはど、あの高さは どうでもいいんですけど ねラインあたり攻めてファールをね、はい、先ほど矢田さんが言ったようにね、これやっぱりあのセンタルリングの審判とかスティックリングの審判のストライクゾーンの違いとかっていうのはやっぱりね、あの僕が見た感じではね、カウントが2エンド2となっています。セントラルの審判の人の方がね、もう少しインサイドをうまく使ったらいいんじゃないかなというふうに感じてますけどね。だから小林さんがバッテリーとすればね、あの本拠地ということもありまして、まあ小林さんがやってるわけですから、こういう小林さんの来ても当然頭に入れてるでしょうからね。さっき言ったように波になりますよね。これで 2-3 になりました。フルカウント。さあ、2-3 です。野手の方はね、ヤクルトの場合そうでもないんですがね、割合リラックスしてると思うんですが、ピッチャーがね、そうはいかないんですよね。やはり初回をね、切り抜けるまでは。そうなんです。セブライズの応援団も随分いますね、夏海さん。そうですね。そして今日はスタンドでご両親も観戦しています。先発の小林。ヤクルトのね、応援の方々がすごくこう、綺麗な応援してくれるんですよね。だからセーブナインはやりやすいなと思ってるんじゃないかな。センターが飛んでいます。これはちょっと手が出ません。気を下げるようにして、球団ですからね、応援する人もね、やっぱり真摯になりますよ。だから、本当にね、西武ファンも中に入りましたね、一番内側のボールにしますから、今までの日本シリーズとちょっと違うなっていうのを感じたわけで、そうですね、なんか大人のね、球団同士だなっていうね、それにつれてファンの人も大人、ただインサイドでしてる球団だなっていう感じがしますね。ご両親ですから、コーチから飛行機で上京しました。大木さんかしら今の。日本シリーズの大舞台で先発のマウンドに上がるのはとっても名誉に思うと、お母さんの陽子さんは語っています。大木さんかしら、両親の熱い視線を背にマウンドで高木さんなんかも席に座ってらっしゃるのが見えました。相対します。シリーズ先発の岡林選手のご家族の方だってそうです。2アウト、ランナーが2塁、そして清原、この清原が昨日の練習、そして今日のフリーバッティング当たりに当たっていました。見てらっしゃらないことを願うばかりなんですが、あのさあ大事な清原ですよ ね、こんなくだらないことを喋ってしまって、ごめんなさい、まあ、中心の清原なんですよね。清原のが清原をどうこのシリーズを抑えるかというのが、ね、一番大事なんですよね。清原選手、そうするとこの場面ですね、見事に復活しまして、まあ、今年の日本シリーズでジャイアンツは清原を歩かして、その後にさらに杉野だったので、スタートの数が決まってしまいましたね。なければ一体どうなったんだろうというぐらいね、ゾッとしますよね。小走りに一塁側のダッグアウトに引き上げます岡林です。まず1回を無得点に抑えました。
まいんだな、これが粒よりバクが 100% 新しいモルツ。車の汚れは取れても、エンジンの中の汚れは取れない、取れない、取れない。カリフォルニア州大気資源局の正常性規格をクリアした井出光の100。走れば走るほどエンジンの中の汚れが取れる、取れる、取れる。井出光の100。日本シリーズ5連勝中の西武の先発渡辺久信です。球場で投げるのはもちろん初めて。公式戦では10月10日に先発いたしましたが、ちょうど中6日ということになります。久信の場合ね、あんまりマウンドって気にしないし、去年のカープはね、この渡辺久信にやられましたよね。やられましたね。そうですか。だからストライクのボールの見分けがなかなかしにくいんですよね。ストライクだと思えば、ボールだし、ボールだと思えば、集中力がありますよ。結局ヤクルトの選手に、ね、ボールを打たないというよりもね、ストライクを積極的にどんどん打っていくという気持ちでね、行った方がいいと思いますよ。同じことをね、ヤクルトの選手が言ってましたよ。このね、神宮のマウンドはね、ボール、他のマウンドと見逃すとストライク、ちょっともっこりしてるんですよ。絞りにくいピッチャーのね。だからそこのところが、まあ、もっこりしてるのと柔らかいんですよ。ですからこういう力投型のピッチャーはね、ステップしたところの足が安定しない分、特に渡辺久信の場合はコントロールがあまりいい方じゃありませんのでね、乱す危険性があるなと思ってるんですけどね。だからヤクルトはね、ボール球に手を出さなければね、自滅してくれるんじゃないかなと期待してるんですけどね。ヤクルトの打線のポイントは飯田、足を警戒して3番4番に1発を打たれたら何もならないと言っています。まず初球はボールから入っています。今はね、カーブでね、カウント取りかたかったんですよ。ところがそれが取れなかった。小田さん嬉しそうですよ。その通りですよ。全くその通り。飯田選手は今日は守備のことサングラスね、バッテリーの意識してますよ。初球カーブかなんか見かけて入ったんですよね。そうですね。大体第一試合の初球のはね、まっすぐから入るのが今のもね、まっすぐ投げましたけどね、あまり引っかかってなかったですね、指にね。だからタイミング崩しました、飯田が。コントロールのピッチャーとコントロールが決まっていけば打てないんですが、バルチャクのあまり荒れすぎると手が入って絞りながら、そういうことが出なくて、意外と打てないってことですね。まっすぐが多くなるしね。そういうことね、今日はつけるスケールのペースになりますけどね。でもね、昨日、おとといね、大谷さんのブレイキングで一番バッターはお互いに出ることになってるんで、やっぱり飯田選手に出てもらわないとやった意味がないんですよね。予想したこれね、2-3となりました。決まったことになってしまうということなんですが、1回の表、西武は無得点。こんなに内野席までメガホンを持ったお客様が埋め尽くされたというのは久しぶりに見ましたね。ショート前の緩いゴロです。多分言ってると思うんだけど、その割にはね、ショートの田辺を突き上げて一塁に送ります。これクロスプレーになりました。これ見る限りではね、だから今審判の足の速さというのをパリーグのね、内野手が審判の人が今身をもって体験したですね。今まだね、話で聞いたけど実感がないんですよね。こういうのが選手の気持ちにちょっと嫌な感じを起こさなければ、声にね、データとそれから実際に自分の目で見るのってのはやっぱり違うんですね。そうですね。特に飯田君の場合はね、見た目より随分早いですよ。そうですか。特にベース際になるとね、加速がすごくつきましてね、相当のスピードが出てると思いますよ。ただ引っかかれてしまう信念からありましたけども、その代わりサヨナラヒットで引き付かれたりしますよね。投げやすいピッチャーなんで
ですよ。なんか勝って当たり前の空気あるじゃない、周りもね、そういうものがプレッシャーになってるから、ね、今の田辺の動きでちょっと大事にこう待ちましたね。赤い手袋がトレードマークの新井選手が、西武の内野陣一人一人の表情が映っています。新井のカウントが1エンド2、ちょっと引っ掛けてしまいました。手当たりのフィールディングは辻、まあ、ちょっと簡単にツーアウトというところになりましたが、ここも不倫になってしまうと思います。この辺を気をつけなくてはいけないと試合前に語っていました。辻が落ち着いた守りを見せています。今日はセブランズの方は友達の選手が出てませんが、これで兄弟対決ということになりましたね。2アウトでランナーがありません。菅原古田です。田村監督は言います。この古田が第一戦はどんな手応えをつかむか。そういうのなんか友達の選手のお兄様が結婚式を挙げられた時に、なんか初球を行けなかったという話が聞いたことがあるんですけど、いやなんか私他のチームだから行けないというような、そんな気を使ったんですかね。違ったかしら、キャッチャーインコース、記憶違うかもしれません。キャッチャーはインコースですよ。ボールは真ん中へ来ています。だけどね、渡辺久信がね、2アウト取ってから体がこう動き出したんですけどね、兄弟対決日本シリーズできるといいなということを何年か前に話してたんですが、その時はもしかしたらなるかなと思ってたんですが、こんなに早く実現するなんて、お兄さんからすればまずないだろうなと思っとったんですが、これでワンプーです。そんなでも今シーズンのペナントレース、これを制したというのはヤクルト運もありますよね。やっぱりね、その勝ち要素の中に運っていうのはね、すごい大きいウエイトを占めますからね。だからその運をもたらしたのもまたチームだし監督だしね。打球に伸びがありませんでした。これで3アウトというセンターフライに倒れています。1回裏表0対0のまま試合が3人で終了。プロフェッショナルベースボール keeping you satisfied with Japan Series。 夫が風呂に入っている、あのメロン色は紛れもなく日本の名刀の新作ソワロだ。あら出てる出てる、ほらあなた出てるわよ。やっぱり働きすぎだったのね。これだけ出ちゃえば後が楽ね。津村の日本の名刀トワダ、湯上がり楽々。自然と健康を科学する津村です。White Gunze YG。 おいおいしっかりしてくれよ。これ書いてあるだろ。ちょ、それじゃ全然話が違うじゃないですか。何が違うんだ、てみろ。まあまあ落ち着いてくださいよ課長。From that person。サントリーロイヤル。さあフジテレビ系列でお送りしております。秋雲の野球日和というとかや、今日の神宮球場です。神宮球場からお送りしております。東勢の方では小花高尾さん、そして松沼博士さんの2人をお迎えしまして、思いっきり OB らしい発言をしていただいておりますけれども、1回の表松井選手が1人出たんですけれども、結局点には結びつきはありませんでした。ヤクルトスワローズの方も三者凡退ということで0対0のまま試合が2回に、そうね、やっぱり1本出るまではね、なかなかのベストカーデ選手かいくらね、シーズン中にピッチャーとしたらいい成績が残しても、ね、なかなか思うようにいかないものがシリーズですからね。まあね、岡林としても1回がポイントだったと思うんですよね。このデストラーで公式戦の最終ゲームまで11試合で7本のホームランを、これからは自分のピッチングができると思いますからね。初球、でもこれはさあ、これは打った瞬間でしたね、山田さん。いやいやいや、あれはあそこ
シーズンなら今のなしって言いたいですね。今ねちょっとあまりにもジャストミートが一周します。ベストランナーそういうところにかけたいですね。伊藤選手もずいぶん長いですよね。高校からキャッチャーのサインにうなずきます。ワンボールナッツにからの2球目。そうでした、そうでした。それでドラフト1位入りましたね。もう本当に球界を代表するキャッチャー同士。ちょうどね、レギュラーを取ろうか取らないかという時には、ヤクルトの中野と野村監督はじっと腕組みをしています。それでね、突き切りでこう伊藤をね、指導して、こうやって今の伊藤があると思うんですよ。厳しいことも言ったし、ね、ということをね、前に思います。だから伊藤はね、本当についてるという人生の中で、いい先生がね、こう現れたっていうのは大きいですよ。そういうのって巡り合わせですもんね。まあ、それはね、古田にも言いますからね。はい、そうですね。まあ、今回は両監督がキャッチャー、キャッチャー、そして両チームとも代表するキャッチャー。このシリーズのポイントの一つにバッターボックスの伊藤、そして今マスクをかぶっている古田、この2人のリードというものが挙げられています。キャッチャーってこれ大変ですよね。ベンチからの指示も仰いで自分でも
ってほしいですよね。セリーグの瞬間ですよ。そうですね。何にも言えませんね。まあ、関根さん、こういうあのマウンドの表情から見ますとね、先ほどの一発のショックというのはそれほどないようですね。ないですね。全然を引いてません。カウントは2エンド2、2アウトでランナーがありません。ただ僕はね、このデストラーデの一発がありましてね、なんか西武ナインのね、気持ちがうんとほぐれてんじゃないかなっていう気はするんですね。そうですか。あとのバッテンも見てますね。あのホームランで思いっきり笑顔になりましたからね。選手たちの緊張がほぐれましたね。そうですね。伊藤選手は池山、ショート池山選手が一塁に送ります。特大のホームランで1点は取られましたけれども、なお1対0で1回の舞台の裏で確認すると非常に大きいホームランです。宇宙飛行士が宇宙に飛び立つと食欲がなくなってしまうらしい。それはどうして？答えはトヨタのお店でね。1718トヨタの日。おばあさんが赤と青の手まりを持っていました。欲しがると青はあげるが赤はあげないと言いました。なぜでしょう？答えはトヨタのお店でね。1718トヨタの日。眠るなときめきよ踊れ。まいったな。缶コーヒーのボス、サントリーから新登場。眠るなときめきよ踊れ。まいったな。缶コーヒーのボス、サントリーから新登場。夫婦喧嘩は三日の月よ人よ人よ。お前がそばにいるだけで、うまい酒があるだけで、ああ今夜もやっぱり酒は木桜。選手権は西武ライオンズがデストラーデ選手を第1戦で選手権を取ったチームの勝率がなんと8割。先行しております。西武ライオンズの場合、選手権を取ったゲームは7割5分。もっか選手権を取ったゲームに関しては12連勝。非常にいい数字が出ています。1点を追いますヤクルトです。そうですよ。ハウエルから、ね、後半だけで30本打ってましたからね。そうですね。ね、本当はだから年間コンスタントに打ったら60本ですからね。まあね、逆に言えば前半戦ね打てなかったからこう、やっぱり研究したんだと思いますよ。まあ、小野さんはちょうど入れ替わり、最初に渡辺さんの選手はちょっと調子悪いと言いましたけどね。どうですか、小野選手印象としては、非常に増えてきましたね。そうですか、ちょっと打つのは思いませんでしたからね。やっぱりね、さっきも言いましたね、前半戦は悪かったがためにね、伊勢バッティングコーチとかね、監督の話をね、聞く、そういう耳を持ったことで、日本中のそういうピッチャーの対応できたと思いますからね。立ち上がりのね、ワーッと、トワーッとぐらいの、緊張してますよね。自分の持ってきたものを、ふわっと離れた感じありますね。そうですよ。だから配球稽古なんかもね、本当に真剣に聞いてましたからね。サインに言わず来ます。ピンピク耳を持ってね、研究すれば打てるんですよ。角度があるからですか？こちらいいというですかね、ファンシントレーバーもっと
っちゅうやすいですけどね。真ん中ちょっとインサイドよりは一番ホームランしやすいところですね。はい、それでもこれでも差し込まれてるんですよね。いつも思うんですけど、このタイミングとかで、ね、1個の切り出しとかで全然違ってくるわけでしょ。今のドンチさんですよ、ハンメル倒れました。あまりにも綺麗でしたね。まあ、あのね、今のなんか、詰まってますよね。詰まったらだけで、1回のヤクルトベンチのバトナベショルムの印象なんですよね。はい、1回は思ったより球は来ていないと思ったの。完璧に入ってるボール取ったりしましたね。ストレート系統がですね、ちょっと沈んでいるような感じだったので、はい、意外と球は来てないと。1回はヤクルトベンチはこう判断したようです。そうですか。福井アナウンサーのリポートです。さあ、そしてベンチ前に逃げちゃった選手が出まして、ライトを右に寄せています。ライトの平野を2人に、そして右、はい、どんな人の動画なんですけどね、本当に一人一人のバッターについて江原コーチのベンチの前相当出てきましたけれども、守備位置を的確にこう指示してるんですよね。そうですね、先ほどの2年間のダイナーのね、本当にこういうと大きなボールが本当にこう一つ一つの本当の指示が本当に出してくるなという感じしますよ。そうですね、それとね、非常にこう盛り上がって、そしてリラックスしたムードの中の3人が見ると、今までちょっと心配だったのが、もう一つ5だったので、ところがね、この回からちょっと白いのが見えるようになった。本人としてはね、かなり不本意ですよね。山崎正和アナウンサーです。さあ、カウント1エンド2。スライダー引っ掛けます。これは石井選手が取りました。体勢を崩して1塁を守る。石毛のこの守備です。難しい石毛はね、あの打球を処理して、ここからワンバウンド投げました。はい、こういうのはね、プロのプレーですね。そうですね、でも今みたいないいプレーをね、初めてのヒットが広沢です。広沢がアウトセーブにするかな。よくここから踏ん張って一塁投げましたね。そうですね、ちょっと危ないところでそのままいい球が行きましたもんね。素晴らしいです。とても36歳には思えないですね。本当ですね。まあでもそうなってこそ初めてね、面白いという神宮球場もいよいよ盛り上がりを見せてきました。バッターボックスには池山選手が入っています。今シーズンは渡辺は気を抜けません。一発があります。池山です。という成績で終わりました。広沢選手、池山選手揃ってきしという時期が随分長かったですね、今シーズンは。そうなんですね、去年もそうだったんですけどね、そしたら仲がいいんですけどもね、このバッティングの調子落ちるのも仲が良くなると落ちちゃうというね、ここはちょっとね、バッティングだけは、ね、落ちるときはどっちかにしてほしいですよね。そうなると安定感がずっと増すんでしょうね。そうですね、そういう意味で言うと清原選手の清原選手の主張がありました。しかし5月は清原選手は強い、だからどっちかは悪くてもどっちかはいいんですよね。あれやっぱり秋山君は2人目を引っ張ったらね、やっぱり連敗というのはもっとあったと思いますよね。リストラテ選手のちょっと9月あたりがワンアウトでランナーが1塁、もうねホームラン出なくてね、長男を秘めている池山、打順も確かちょっとイジッターが休んだらしたんですよね。今のはまっすぐ1本で行ってほしかったですね。だからノーツーからね、はい、神宮球場池山選手の応援の僕は気が付かなかったんだけど、珍しいピッチングだね。カウントが1エンド2となります。バッターボックスの池山、カウントあるいは状況に応じて足を上げたりすり足でステップしたり使い分けます。広沢選手は実は足が意外と速いんですよね。そうなんですよ、このシリーズに備えて転生は何だか連続してるチームナンバーワンの盗塁をね、そうなんですね、やりましたからね。毎年秋にやってるヤクルトスワローズファン感謝デーなどでクイズの問題でそれが出るんですけど、子供たちも、ね、あんまり当たらないですよね。2エンド2。だけど体勢をちょっと見ちゃうとね、盗塁は本当にね、ストライク来るかと思うとボールですからね、意外と思いっきりもいいですね。ボールかけると思うとね、ストライクドーンと来るしね、これやっぱり絞りづらい、打ちづらいピッチャーですね。さあ2エンド2です。ストレートを見逃し、そして変化球を見逃しました。ボール2つの後ストライク2つです。1塁の広沢選手を決めることができるんでしょうか。これはファールになりました。でもね、関根さんね、シーズン中でもね、渡辺さんはね、今日は素晴らしい、もう球が走ってるし変化球も切れてるというようなゲームでもね、ふっと抜けるね、そういう甘いボールがあるんですね。だから一発をね、クリアする必要なんですよね。だからそういうところに行けるんだとか、まあ関根さん
なんで、ちょっとこう嫌だなと一発を決めた本当に要注意ですよね。だけどベンチの森さん、森君としては非常に疲れるピッチャーですね。この時点で結構状態いいみたいですね。今のちょっとはなかったですね。インコースへのスライダーが外れました。 2-3 です。立川さん、追い込んでから変化球を2つ続けましたね。はい、最終の球場は2回の裏を打ちました。今の感じがどっちでもいけるんですよね。反対でもいけるし、ホームランで1点がありまして、とにかくストライクはしかし、今はボールは我慢して見逃してほしいですね。高めのボールはスタートです。池山選手、さあどうでしょう。 2-3 です。ブンブン丸っていうあだ名を思い出しましたね。今のスイングは変化球を空振りしてしまいました。さっきのあの難しい球を三振です。2アウトランナー1塁とかあります。紙一重のピッチャーですよ。本当ですね。これがね、今ね変化球を追いましたでしょ。これがね、もしボールになって歩かすと呪術の形になるんですよね。うん、だって投げる方としたら、あ、ちょっと甘いかなって感じはねしたと思うんだよね。いいことは、よかったっていう気持ちの方が大きいですね。2アウト。さあ、そしてバッターが畑です。右肘関節周囲炎、あるいは守れないんじゃないか、投げられないんじゃないかと言われていましたが、スタメンでライトを守っています。そうですね、バッティングには定評があります。コンバートが非常に成功したいい例ではないかと思いますけども、野村監督になってからね、コンバートしたわけですけどね。緩いカーブから入りました。ボールから入っています。関根さんが監督にしてらした時に畑選手を見て、食事の時などにキャッチャーの人っていろいろとお世話をしてあげるので非常に嫌うわけですよね。周りの方にこうなんか食事を取ってあげたりとかで、見てたら畑さんに何点何しなかったんですよ。それでちょっと性格的に向いてないのかもしれないなと思ったことが実はあると。池山の時にね、 2-3 からもう本当走ってもらいたかったですね。三振ゲットになったかもしれませんけど。そうですか。はい、そうしないとね、結構なかなかのバッテリーは揺さぶられませんよ。またね、伊藤捕手はね、やっぱり古田君にね、相当長いだろうね、何か悩み事があったのかもしれません。ということで、一塁ランナーの広沢、公式戦では盗塁が3つあります。今年はヤクルトスワローズは落とすかなと思った試合を意外ときちんと振り入れというかね、スターティングメンバー、いつもスターティングメンバー出ていない石上選手とか、こういった畑選手とか、そういった選手で取りましたね。そういう選手が後半戦に出てきましたよね。走ってますね。私なんかが見たら走ってますね。ボールが続くかなと、今のようなストライクがドーンときます。やっぱそうなんですよね。だけどね、畑もあんまりバッターボックスで考える方のバッターじゃありませんからね。甘いとこ振ると行きますよ。そうですか。自分の投手が前に出るタイプ、自分のこうことをね、こうヤクルトファンが応援してくれるんじゃないかなと思って、作品を切り出すんじゃないですかね。松本さん、現役時代はどうですか。僕はね、僕は緊張してましたからね、応援が聞こえないんですよ。だからね、どこの応援してもあんまり気になる。一塁ランナー走ります。結局一塁に広沢選手が残塁されて三振に倒れました。この回ワンアウトから広沢がヒットで出塁しましたが、池山畑と倒れております。点数は1対0、西武ライオンズ1点リードが開催です。あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい、俺には夢がある、両手じゃ抱えきれない、俺には夢がある、ドキドキするような。アルコール分そのままでカロリーオフ、今日ライツがうまい、暗い夜に一人でもサントリーライツ。それは100ガソリン、はよくはよくはよく、いでみつ。これはセンサー、お出かけにお出かけにお出かけに、いでみつ。試合はユーカード、便利でお得、便利でお得、いでみつ。それはいでみつ。それは悔しいけどまたにするか、とにもかくにもいろいろあれこれ、いでみつ。
ショッキングホワイト軍勢 YG。 紺碧の空の神宮球場です。スタンドはご覧のように、三塁側の応援席が映し出されております。1対0西武ライオンズ1点のリードで迎えました3回の表。この回は渡辺久信投手、渡辺久信、普段はあの打席に立ってませんからね。まあ、でもね、あの、公式記録で先日ヒット1本打ちましたんでね、打率10割ですよ。パリーは DH ですけどね、この渡辺さんの方はね、バッティング大好きなんですよ。そうですね、広島のピッチャーの方がこれもね、ファウルだろうって言ったらね、いや僕バッティングすごいこと打ちますよって言いますよ、一発狙ってますよって言ってね、驚かしながらってね、3人したんですけどね、いいバッティングしてますよ。お客様の方もなんかおおという感じ。今一瞬ヒヤッとしたんですよ。ピッチャーの中では渡辺久信、それから渡辺富美男、非常にそのバッティングが好きです。それから工藤もバッティングがいいですね。ヤクルトからすればおよく当てたなっていうようなね、非常に雰囲気が和んでいます。西武のダグアウトです。先頭バッターの渡辺倒れました。セントラルリーグの工藤はですね、ピッチャーでバッティングがいいと言ってすぐ思い浮かぶのは倉田投手、そうですね、セクソサワカ投手、流れが変わりました。そうです、矢田渡辺さんです。まあいいですよね、倉田君もいいですね。そうですか、ね、あの意外と楽しんでる感じがありますね。あとあの中日森田ね、あ森田さんですね。ヤクルトでいうと送りバントが苦手なピッチャーですね。さあ西武ライオンズ打線が2巡目となりました。ベストランドのホームラン、1本に抑えています岡林です。なんでか知らないですけどね、みんな下手ですね。さんは僕割と上手かったんですよ。僕はこれだけが自慢できたんです。僕はシーズンね、あの引退する前のシーズンは一回分かるものですか。バント10割ですからね、成功率は。すごいですね、これシリーズ終わったからだから僕がね、抜けて、あの調べたら、ガクンとその成功率が下がりましたよ。2、3歩交代して、がっちりとこのボールをキャッチしました。飯田です。でも本当にあのセントラルの場合にはそれと、ね、やっぱり自分のね、喋れるキャッチャーっていうのはね、からねあのバッターに話しかけるんですよ。でそれでね、ねそのシリーズというかシーズン中もそうですけども、もバッターの調子を測るんですね。そういう意味ではこの古田にしてもね、ここにサッカー近くにしても、非常にそういう意味ではバッターの心理をつかむのがうまいですね。そうですね。しかし、去年ね、西武の阿部選手がやってました。あの辰巳さんでした。大事な場面になると黙っちゃいますね。自分に回ってきて自分でね、打てればこんないいことはないですね。多いですよね。読まれてたな。読まれてますね。ここで、あの、喋るとバレるんですよ。バレるんですか。もう矢田さんなんかが手玉に取られましたよ。平野選手、初球簡単に引っ掛けました。池山君、広沢に、この回3回を3人で、ようやくピッチングのリズムができてきました。マウンドの岡林です。ちなみに続いてのヤクルトスワローズは、この回西武、簡単に3人で攻撃終了。打順と言っています。そうですね。木桜山灰仕込み、手間暇かけて自然の力でゆっくり種母を育てました。うまさに幅がある木桜山灰仕込み、今アジナプレゼント実施中。日本三大美人湯の一つ和歌山県の龍神が日本の名湯の仲間入りをしました。龍神の三大特徴、お湯が肌にスベスベする、山桜の清い香り、美人になったような気がする。津村の日本の名湯龍神、湯上がりツヤツヤ。自然と健康を科学する津村です。モルツ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 つぶよりバッグが 100% 新しいモルツ。さあ日本シリーズの第一戦、神宮球場から生中継でお送りしております。ヤクルトの攻撃です。8番の2回の表、デストラーレ選手のホームランで1点をリードしている西武ライオンズ。しかしここまではまあ両ピッチャーが割とこう1回2回を見てますとね、ピッチングをしているキャッチャーの伊藤がボールから入らせているケースが多いんですが、3回の裏、ボールになっちゃってるから、そうですか。
増田選手もスタメンに定着するかなと思うとポッと出なくなったり、内野守ってみたり外野守ってみたり忙しいですね、まあ、そういう点ではちょっとね、大変なんですけどね。矢沢さん、パシフィックリーグのバッターはね、渡辺久信というと号泣投手、その年はね、非常に大活躍だったんですが、このイメージがあるんだけども、何か賞を取った翌年っていうのは難しいですね。大事な時だけストレートを展開されますね。やっぱりマークされるっていうのはね、もうストレートを最初から来てますね。今日は号泣投手のプレーですね。今シーズンは渡辺選手、ずいぶんただそのこの1年の渡辺久信を見るとですね、本当に今松川さんがおっしゃったようにですね、この技巧の部分が多くなりましたよね。まあ、しかし、セントラルではどうですかね、こういう上手投げで倒してるでしょ、ボールを包み込んで、私にあんまりこの、まあ、手の位置を見せないというか、こういうタイプいますかね。かヤクルトの選手一人一人に聞いてみてもね、セントラルに甘いタイプだと言うんですよね。で、強いて言えばね、ノーアウトのランナーです。この変化球7っていうところでちょこんとこうね、ここは外いっぱいですけどもね、やっぱり兄貴が見てるからね、やっぱりやる気がまた、ここはね、極端な、ね、バンドシフトを引きますと ね、野村監督はね、岡林にはよくバスターをやってくれてきましたよ、シーズン中は、だからおそらくね、もう負けてもらうことで引いてきたらやると思いますよ。西武の内野のシフトはどうでしょうか。岡林投手のところで回ってきました。でも岡林投手はなんかちょっと器用な感じがするんですけどね、まあ、プレッシャーがかかっているといえば岡林投手もシリーズ前に何度も何度も反復練習を行いました西武ライオンズです。まあ、やっぱり普通ならもっと前出てくるんですけど、ちょっと警戒しますね。そういう面ですね、自覚が出てきて練習にもかなり身が入ります。采配がね、徐々にこう出てきたなっていう感じがしますけどね。第一打席はショートゴロに倒れています。これ辻選手がね、今日初めてスコアリングポジションにランナーを置いてのピッチングです。なかなか抜けないところではあるんですね。初球は本当に楽しいですね。こういうね、僕はね、さっきからね、ランナーセカンド行ってデスバード見てんですけどね、やっぱり神経使ってますよね。肩ぐるぐる回したらね、落ち着かないでしょうか。裏のバントかなと思いましたけどね、デスバードのところに打球は飛んでおりません。さあ、スコアリングポジションにランナーが進んでおります。もう今シーズン大活躍だった飯田選手、そうありませんから、ね、まだね、まだね、レフトに行ってほしいなっていう気持ちはあるんですけどね。この球場は狭いので今もチェック、ために守らせたいと西武ライオンズのコーチは言っています。44キロを外れました。ワンツーカウントがワンエンドツー。もう良かったので表情が映るだけ、旅に楽しくてしょうがないんですよね。私そうですね、例によってかなり好転してますね。リードできたところなんですけど、落ち着いてますね。これを読まずにですね、
ております。いつも思うんですけど、クラゲに見えません？こういう上から見ると。クラゲに見てるな。ピンチが続きます、ね、渡辺下の子。思いながらいつも見てるんですが、あの最初のうちはいろんな色の傘だったんですけど、最近は緑に。なんか統一感ありますね、やっぱりね。あのメガホンの色に統一しようっていう感じでしょうかね。もう本当にいつ雨が降ってきてもヤクルトファンは大丈夫と。流しのサヨナラヒットからね、気分的に積極的になりましたね。そうですね。こういう時意外と初球からね打てなかったんですけどね。あれでも本当に積極的になりましたよ。はい、どちらかというと得点圏打率はあまり高くはありません。ということで同点に追いつきました。野村監督は常にツーアウトランナーなしと思って気楽に打ってもらうというアドバイスをしています。まだワンアウト。古田選手としては自分もここで続いておいて少しでも得点を入れて優位に立ちたい、そういう気持ちでバッターボックスに入っているんでしょうが、まあ、デッドボールがね、頭へのデッドボールがありましたけれども、でもあのデッドボールから普通ね、バッターというのはこう恐怖心を覚えてバッティングがおかしくなるんですけどね、ならないんですよ、この古田はね。あの時はもう脳震盪を起こしたのかと思いましたけれども、だってあのベンチの裏に行った時に、あの広報の杉村さんがね、ちょっと古田が気持ちが悪くなってきたからって言ったんで、もうびっくりしたって言ってね、急いでその救急車を呼んで、何かあったらどうしようかなと思ってね、心配したらしいですけどもね。古田さん、一番痛いのは投手陣も駒が揃ってないのは痛いですが、古田捕手にいなくなられるというのはね、これはもう本当にね、チーム全体が不安になりますからね。そしてまたこの古田投手が去年打率リーディングヒッターになりまして、今年はもしかしたらドラゴンになるかななんて思ったんですが、もうさすがですね、この回ピンチを招きました。本当にねバッティングっていうものを思いましたしね、まあ、それ以上にそのピッチャーをこうリードしている中でね、自分にバッティングに置かせるそういうヒントもまた得たと思いますよね。関根さん、ヤクルトバッターの古田選手の顔の、ね、表情なんかを見てると、本当に無理だったんですよね。あれが慣れてきましたね。それと本当に渡辺をこの回一気に潰すんだという感じが出てきてますよね。どんどん積極的に行きますね。騒いで明るいなっていう感じをね、受けますけどもね、意外とね、サボンカーの一塁のね、感じを見たりね、本当に陰でね、やってますよ、一生懸命ピッチャーを使って生かしたらいいかなっていうのはね。まあ、野村監督に言わせると古田は
牽制で冷静になろう、冷静になろうというね、その表情が分かりますね、レギュラー取ってしばらくのところね、表情があったんですけどね、最近やっぱりだいぶなくなりましたね。やっぱりキャッチャーになってきたというかね、やっぱりいいキャッチャーってあんまりそうじゃないですかね、本当キャッチャーになっちゃったんで、なんか面白くないなと思うんですけどね。今のモーションだと上位蹴るんですけどね、出さない方が相手に余計なことを考えられます。今の新井のスタートだったら上位蹴ますからね、思い切っていいね、寂しいですね、今年見たしいですね、本当に寂しいですね。まあ今日は大手の放送の方で滝川選手ゲストに迎えしてお送りしております。挟みます、もうおっしゃることもすごく面白くてね。そうですね、問題はここからです。足がもつれるんだ、ね、そうですね、タイミングは悠々アウトになってしまいました。サインでしょうけど、これは多分いい時走りだと思うんですけどね。古田のカウントが 2-3、 こういう時に前進してショートバウンドです。言ってましたけど普通にライナーしてないですから ね、やっぱりこれはヤクルトのそういう、ね、流れになってますよね。伊藤、ね、そして石見がマウンドへ行きます、ちょっと寒気がしてきました。辰馬さんだったらこういう場面は何て言うんですか、そこでやっぱりこう後半戦頑張ったハウルが来て、ぼちぼち5回言いませんね、もうさっきストレート詰まりましたからね、ストレート1本待って、そうですね、ブルーアウトでランナーが1塁です。でもハーベルってあの2回と3回は別人のようですね。そうですね、だからね、まっすぐまっすぐで行くんじゃないかなと思うんだけど、これが日本シリーズの強さなのかもしれません。ツーアウトランナーが1塁です。面白い場面に差し掛かってきました。3回の裏、つけてこられる、引っ張ってこられる、そういうのを柔軟にこうやられますから、1対1の同点、そして飯田選手のナイスダイビングが見られました。2点目が入っています。で現在は1塁に振れた走り、ツーアウトでランナーが1塁、この球に手を出したらいけないんですよね。あれがストライクゾーンだったらね、完全に行ってんだけども、スライダーですね、スライダーですか、外側のスライダーですね。カウントが1エンドワン、随分足をね、こう、タイトしてますね。この渡辺投手の投げる時の最後の形がね、だんだん大きくなってきましたね。ちょっとヒットをその回で4本目、そうですね、川下選手から始まって飯田選手、新井選手、古田選手もう力んできちゃってますからね、早く帰りたくなってきますからね、だからちょっと危ないですよ今ね。ピッチャーの心理としては早くもうあとワンアウトですから取って、インサイドのストレートのボール気味でも振ってきますよね。そうなんです、それはねやっぱり危険ですよ。ピッチャーがね、渡辺の場合は力で押していくんですけどもね、そう、力を入れるのと力むのが違いますからね、今こう力んできてますからね、こうなると余計にそうコントロールミスを犯すわけですよ。ちょっと差し込まれています。さっき映りましたがハウエル選手のご家族の元気は非常に足を運んでいるようです。いつも息子さんがね、練習の時とかね、たまにはいますね、なかなか上手いんですよ。そうですか、こういう内野の席に座ってお父さんの時だけこうボードみたいなのを、ね、一生懸命応援してるんですよね。お父さんの番が終わるとくるくるとなってしまっちゃうんですけどね。一塁ランナーはセンターの人が来たんですよ、で息子さんだけが決めたんだけど、その家族が来日してるのを内装にしてね、で球場から家に帰った時に
そういうような演出をしたっていうね、最後は結局秋山が取っています。しかし、最高の見せ場、最高のチャンスと言われたんですけれども、ここはハウエル選手が倒れまして2点止まりということになりました。しかしそれでも2対1、ヤクルトスワローズが今度は1点リード。まず先頭バッターの戸橋がですね、4回の表ちょんと当ててライト前へ打ちましたね。そして岡林がバスターでランナーを進める、はい、トップに戻って飯田、ワンツーからのストレート、コマーシャルに行ったと思いましたら、コマーシャルには使えそうですので、ですからね、ヤクルトも打線攻撃に流れができてましたね。2点でよかったですね。良かったですね。ステップがね、ちょっとライト前に立つので逆転、今のチャンスもありました。ハナシテンカメラが来ましたね。ちょっとね、あのダウン選手とスタートを切って投入していいんだね、言ってその投入をやったんですけれども、残念ながらアウトになってしまいました。今ちょっとね、だんだん反応してきて、セーブの方が上がってません、そんな気がします。やっぱりね、常識的にはもう慣れてないというね、十分いけるということでね、雨でね、ちょっと練習が思うようにできなくて、昨日の2週間ぐらいですか、練習を行いましたけどね、アウトになったけれども、昨日は十分できたはずなんですけど、やっぱり非常にお客さんがこれだけ入るとまた違うんだよね。そうでしょうね。白いね、洋服を着た方が多いですからね。あの白っぽい洋服を着た人が多いから、打球がね、打球がこう、意外と見づらいんですよね。出どころがね。そして、あ、なるほど。外野手からすればね。積極的です。そうなんですか。そこまでは全然気がつかなかったですけど。西武球場の場合はね、バックネットの下がかなり高くて、グリーンがこうよく見えるでしょ。あそこからですと、ボールの出どころが分かりやすいんですけどね、リングの方が低いでしょ、ですからね、お客さんとの同じような位置から出てきますからね、ボールが、さあ、得点が2対1、まあ、1点を追います、今2点入ったシーンをご覧いただきましたけれども、つけても飯田選手のスライディング、まずありの、素晴らしいね、今の秋山だったらどこに投げても大丈夫という立場なんですが、この打席はどうでしょう。さあ、秋山選手はあっさりと初球に手を出しました。なんか先ほどからね、早打ちに変わってきたり、岡林を助けてるなっていう感じがするんですけど、松本さん、この秋山でしたら、あの辺のボールちょっとね、難しいところですよ、これ、本当に。一つ一つ間違いも早いですね。一つ間違いがね、この長打を置くあのコースなんですけどね。出てきて面白くなってきたなっていう感じしますよね。松本さん、まあとりあえず、まあ1点差のまま行って、ワンアウト、そしてバッターボックスが清原です。シリーズ通算打率が3割8厘。はい、どうぞ。さてがですけども、クライヘッドコーチによりますと、岡林は想像通り、予想通りのピッチングをしているということなんですね。試合前の余裕はちょっとなくなってきたから、情報交換が盛んに行われているので、そのあたりがね、シーズン中とは随分違うところじゃないかなという、そんな感じがしますね。ただ先ほどのデストラで、後ほどまたホームランダウンをお伝えしますけれども、スライダー打ってるんですね。清原がデストラで対してスライダーだよっていう感じのね、情報交換してる姿を私目の前で見ました。いい感じ、あの狙い球はどうやらスライダーのようです。西武の打線調子はね、ずっとあの維持してますからね。まあでもね、清原があのライト方向に打ってもらってるうちはね、まだ大きいがないですね。安心してます。緩い変化球から入ります。ドーンとこう引っ張られる方が大きいのがありますから、ところがね、あの甘いボールを右に持っていく、伸びるんですよ。それがライトスタンド入ったんですよね。だからその辺はね、あのまあ岡林の今ピッチがいいんで、ホームランまではいかないような気がしますけどもね。このシリーズのために新しいバットを10本下ろしています。そして今ここに立っているという形ですけども、きっと松島さんから見ても一回りも二回りも頼もしく大きく見えるんじゃないですか。そうですよね、本当にあの、うん、立川さん、清原にはどういうことを言うんですか。もう絶好調になってからは、無理にはホームランを打ってないんですよね。全然聞いてくれなかった。去年のシリーズはね、口にチャップされましたね。またすごく怖いと思います。ああ、そうですか。だから今の形をこう維持してるんですけども、思い切ってインコースです。この表情は余裕の表情でしょうか。小林投手ご覧の表情なんですが、ワンスリーちょっと低いんですか。コースですかね。完全にいつもの岡林に戻ってますね。戻りました。あの3回頃からね、インコースを
いわゆる大胆といいますかね、はい、堂々と攻めてますからね。高橋投手も顔変わりましたよね、シーズン前から比べると。1-3です。やっぱりこういろんな苦しい場面とかをね、仕上げ切ってきて自信になってますね。そういう自信が顔に現れますよね。2回、3回、そして4回とゴロが多くなっています。西武打線一番大変なところをくぐり抜けてきたっていう。岡林も実中にハマっています。自分がしっかりしなくちゃという自覚がね、真面目な性格に見えますけど。第1打席でホームランを打ちました。真面目ですよ。デストラーデ、初球のスライダーでした。さあ、しかし今日ホームランを放ったデストラーデ選手を、デストラーデはこれ自分で打った瞬間にも入ると思ったということなんです。さっきのホームランも2回の表に出たんですが、当ててヒット狙いに行こうというふうに心に決めてこのシリーズ臨んでるそうです。そうですね。昨夜ですね、ご両親が、あっという間の出来事でしたよね。この打席が結構楽しみですよね。どういう攻めするかね。で、この両親からはホームランを打てばいいんですよね。とにかく勝てと言われたというようなことも入ってます。デストラーデ選手は内角やっぱり弱いですね。コンセントレーションの素晴らしい選手です。膝元にね、はい、スライダーカーブをボール気味で投げていけばね、カウント稼げるし、この打席は、追い込めば空振りがあるっていうことだと思うんですよ。ツーアウトでランナーなし。こういう時に、まあしかしヤクルトとしてどんな組み立てをするのか、ね、作戦と言いますか、まず考えなきゃいけないのは、うん、まあさっきもホームラン打たれましたけれどもね、ホームランためにはですね、だからこのデストラーデ、波に乗らさないようにね、していかないと、結局その上2人を出してホームランとなると一番大量点になるわけでね。この回はそういうことはまずバッテリー考えてますから、まずいですよね。低めにいかに集めてゴロを打たすかでしょうからね。まあ攻撃もディフェンスもですね、よりこのヤクルトペースって言いますか、今ねハマってるなという表情が映っていますが、ちょっと始まる前の余裕の表情から秋山清原の表情が映りました。西武の中で伊藤も今どうしてこう鍋ちゃんがね、打たれてるのかなということを分析すると思うんですよね。第1打席ホームランを打たれているだけにバッテリーは慎重です。まあでも西武のナインとしたらヤクルトのままがやるじゃないかというね、なんかそんな感じを今受けてるんじゃないですか。まあそうでもある程度今日は岡林ですからね、ある程度は計算できてると思うんですよね。計算はあると思うんでね。これは意味のあるフォアボールですね。デストラーデ選手フォアボールで終わりましたが、今のは今日最初のフォアボールです。意味のあるフォアボール。そうですね、6番7番8番と、ね、下がってきますのでね、そのうちどっちが3人のうち1人抑えられますよ。はい、一生懸命ジェスチャーをしてますけれども、これ守備位置をもうちょっと動かそうと、はい、守備の指示がありました。渡辺コーチです。バッターボックスは石毛選手です。これ古田がね、日本シリーズでは現役最多の55本のヒットを打っている選手ね。通り上げるんですけどね、ただやっぱり古田の肩がね良すぎるんで、このシリーズはちょっと走る場面がないかもしれませんけどもね。盗塁シリーズは4割8分3厘、はい、ちょっと怖い。いいですよね、この4割8分っていうのはね。まあそれでも去年よりもね落ちましたからね。去年は6割ぐらいですからね、かなり抑えましたよね。もう随分助かりましたよ。達川さん、昭和61年だったんですかね、カープとのシリーズ、8000やったシリーズ、古田がキャッチャーでいるっていうことで、11本ヒットだったんですよね。ランナーにそんな神経使わなくて良くなりましたよ。だからヤクルトの投手陣はね、そのバッターだけに集中してこういけるんですよ。まあ僕はね、リード以外にもこういうところでも貢献してますからね。駒澤と僕同様大学だったんですけどね、それからプロに入ってもね、これが彼がおると全然勝てないんですよね。そうですか。カウント2エンド1です。だからセリーグでは太陽なんかよく走りましたけども、ヤクルト戦になったらピタッとこう、ね、走るのをやめましたからね。それだけでも随分とチームも楽ですね。そういう無言のプレッシャーみたいなものをね、かけていくだけの力があふれが欲しいですね。だからもう相手の監督の作戦がもう変わってしまいますもんね。ノーマークだと走ってきますか。そうですね、年間カウント2番のデストラーデ選手はフォアボールで一塁に歩いています。ピッチャーの足元、セカンド、セカンド小松選手4回の表、西武ライオンズの攻撃、無得点です。
ジャブタンがしますが結びつけませんでした。宇宙飛行士が宇宙に飛び立つと食欲がなくなってしまうらしい。それはどうして？答えはトヨタのお店でね。1718トヨタの日。おばあさんが赤と青の手まりを持っていました。欲しがると青はあげるが赤はあげないと言いました。なぜでしょう？答えはトヨタのお店でね。1718トヨタの日。おいおい、しっかりしてくれよ。ここに書いてあるだろ。課長、それじゃ全然話が違うじゃないですか。何が違うんだ。行ってみろ。まあまあ落ち着いてくださいよ課長。From that person. サントリーロイヤル。この神宮球場で日本シリーズが神宮球場日本シリーズ第1戦30年ぶりです。4回の裏ヤクルトスワローズの攻撃が30年前の日本シリーズでは東映フライヤーズと阪神タイガースが対戦いたしました。放ちました。安藤元博が素晴らしいピッチングをしました。あれから30年経っています。学生時代に神宮の森を沸かせた広沢からです。まあ、立ち上がり今2回に、ね、良くなったかなと思ったんですけどね。3回はまたちょっと乱調という感じ、4本のヒットを打たれまして結局2点取られました。最終戦の甲子園での2本の大アーチによりましてバッティングもようやく上向いてまいりました。広沢、絶好の野球日和となった今日の神宮球場、ね、悩んだ打ちますね。本当にたくさんのお客様が集まりました、ね、彼の場合ね、矢沢さんもそうだったですよね。これ画面を見ててもわかりますけど、メガホンがね、こういう応援形式になってるのいつ頃からなんでしょうね。警戒しなくちゃいけないというところでしょうね。1人2本のメガホンが必ず、今日はタイミングがあってますね。実際アイテムになりましたね。今のあのファールなんか嫌だね。ああいうファールの仕方ってね、攻めました。フォークですね。あっと、この回はいいようですね。まあ、この回もう一度行きましょう。ぴったりぴったりでもうちょっとバットが届かないところです。広沢も打てないところですよね。あそこへフォーク決められたらね。で今でもね、やっぱりあの狙ったところとちょっと違うと、もっと低めに投げなきゃいけないと思うんですけどね。本当ちょっと調子を崩しています。このぐらいのところでね、こう投げてくれるとね、スピードを殺したスライダー。今日1回目の打席は三振をしている池山選手がバッターボックスで打っています。今のところちょっと池山選手にとってみたら、あらっていう感じなんでしょうか。ゴールに見えたんでしょうね。見えてますね。これはさあ、デストラーデだ。デストラーデ、手を挙げている。場内が沸いている。ね、そうですね、あのクライン、まあ、ね、今、レフト前ですからね。今、だけどボール見えてましたよ。それがね、ちょっとライン際にこう飛んだとか、怖いね、怖いぞ、マイナーリーグの時、9年前に外野を守った。本人は監督が言うなら、キャッチャーでもどこでもやると言っています。まずとにかく最初の打球を処理しました。まあ、これでほっと一息というところですね。そうでしたね、ファーストにね、デストラーデ選手がいたこともありましたが、関根さん、この前の回は何かこう向きになって、ね、打たれましたけど、今回はゆったりと投げてますね。ピッチャーがね、
バッティングもいいんですけど、守りがね、高いですよね。よくそういう気分にフッとなる時あるんですよね。そうですかね。この回、三者凡退です。依然として2対1、ヤクルトが1点をリードしております。ゴールがいるだけで、ここまでの放送は、人と自然と響き合うサントリー、トヨタ自動車、木桜酒造、津村、グンゼ、井出光興産の提供でお送りしました。さて12時半にプレーブロがかかりました。ここからの放送はキリン、日産自動車、日立建機、セゾンカード、大正製薬、日華ウイスキーの提供でお送りします。西武森、さて日本シリーズ12時半にプレーボールがかかりましたが、この2人が初めて日本シリーズで交わしたのは昭和34年の第10回日本シリーズ、ヤクルトスワローズが2対1と西武ライオンズをリードしています。森監督はジャイアンツの8番で4打数1安打、野村監督はライオンズの攻撃は7番田辺選手から始まります。今ちょうどテレビの方ではこの副音声の告知が日本シリーズで、もうすでにお二方のお名前の上には西武ライオンズとヤクルトスワローズが書かれてまして、監督としてのこの対決ではどうでしょうか。まあ OB としては1点を言います西武ライオンズです。自分のいたチームに勝ってほしいというのは願いですね。この回は田辺からです。まあね、松沼さんはね、いつもこう日本シリーズを見てますから ね、あれですけども、僕なんかは本当に14年ぶりですからね、まだ辞めたばっかりですね。なんか自分も戦ってるような気持ちになってね、なんかこうドキドキしますよね。やっぱりね、優勝を続けるとね、そういうなんか独特のね、なんか喜びっていうのはね、だんだんとね、ちょっと感じ方が違ってくるんですよね。麻痺しちゃうっていうところがあるんでしょうね。ここまで見ててね、両チームのそのキャッチャーのリードの特徴的なものってのは何かありますか。そうですよ、だからね、松沼さん、そろそろ負けてね、また心を入れ替えた方がいいんじゃないですか。特徴というのはちょっとスライダー今日は多めに使ってますね。スライダー多めに使っている。ニュースでもやってましたけれども、もう少しインサイド使うかと思ったけどね、西武ライオンズは行くぞと行くぞと見せかけてね、スライダーでカウントを取ってスライダーで本当勝負してますね。なるほど、いつも出てる。もう西武バッターはもうスライダーね、思い切って狙ったらどうですか。そうですか、はい、でもヤクルトは西武とは初対決です。スライダーを狙います。どういう結果なんでしょうか。思い切ってスライダーを打ちました。引っ張りました。レフト前へ、このヒットが3本目です。この田辺選手というのはそんなに派手な選手ではないですけれども、確実に仕事をしますよね。そうですね、でもまあ一応打たれるまではね、それをした方がいいんですよね。打たれる前に変わるとね、やられちゃうんですよね。そうですね、ちょっとね、よく見るとね、また悔いが残るんですよね。相手のような顔してるんですよね。まさかこういう選手がこう3割打つようなって感じじゃないんですよね。田辺がレフト前ヒットで出塁です。バッティングにしても、守備にしてもね、ものすごく上手くなりましたよね。バッティングなんかでも柔らかくなりましたよね。渡辺久信です。本当にね、やたらくね、ボール球のね、ブリブリ振りましたよね。終わりましたね。田辺西武はやはり非常にスライダーですね。スライダーの打ち方のやっぱり練習よくしてましたね。一番今が円熟期と言われている西武ライオンズなんですが、関根さん、この場面はどうしましょうかね。田辺選手あたりがね、相手の守備陣形がね、これ打ってきますね。今はね、スライダーの見てるとね、ベランドが9番打ってますけど、まあクリーンナップというところにはもうちょっとホームランが昔は日本シリーズというとピンと張り詰めるものがあったんだけども、今はね、裏を返せば西武の9番が3割打ってるっていうのはちょっとね、30試合やってまた7試合やめてならないのは大変だと試合前森監督は言っています。守備に穴がない、しかもどこからでも攻撃ができる、采配は森監督ががっちりと考えてらっしゃるということで、本当に穴がないですよね、西武ライオンズの場合は。何度も何度も必要に牽制を放ります。それでも森監督にすると、まあ、ピッチャーがちょっと、やっぱりピッチャーですよ。本当だったらね、渡辺富雄がね、絶好調であればインコースを使ってきた、結構 ね数は少ないんですけど、岡林がインコースで使う従来の状態になってますよね。彼がいないためにね、本当にちょっと一人足りないんですよね。まあいますけどね、ベンチ入ってますからね。今日はね、ベンチに富雄と
今シーズンの古田はピンチになってもベンチを見なくなった。宮本宮投手はこんなにフォアボール連発で調子を落とすなんて考えなかったですね。一番安定してそうなイメージが去年のシーズンなんかを見てるとあったんですけれども、細かいね、細かいもともとないんですけども、それでも防御率1位のタイトルを取ってますからね。確かにね、仕掛けるとしたら、ね、その代わりといってはなんですが、石井投手、ね、今日はどうか分かりませんが、石井投手が大きく成長してきまして、去年のデータというのは1年経っても頭の中に残ってるもんですね。指定対決という言い方に、先輩後輩対決です。そうですね、まあ監督が同じ和田さんにね、カウントは1エンドラインノーアウトランナー1塁、荒木投手がまあエースで控えで石井投手がいたというのは高校時代ね、あったんですけれども、右打ちをしようという意識があるんでしょうね。今のは完全にありましたね。まあでもこのシリーズそういう投げ合いがね、見られるかもわかりませんしね。見どころはねいっぱいありますよね。もしかしたら明日はそうかもわかりませんからね。選手というのは非常にきっちり取ってくる監督さんなんですよね。投手先発ということになりますけど、しかし劣勢に立たされた時、つまりこうやってリードされた時っていうのは意外と思い切った西武の方はね、こういう関係すぐ取ってきますね、作戦をね、思い切った作戦を計算できますけど、ヤクルトの方は誰を先発に取ってくるかというのでね、楽しみだと思います。バントで送ってこなかったですね。もう一度見てみましょう。ですからこう伊藤に期待がかかってるのはランナーを、ね、まあ、最低でもこうセカンドに送ることだと思うんですよね。トス、そして玉城から一塁に送られました。そういうところになってしまったのはね、ちょっと残念だなという感じなんですけども、これはねバッテリーの勝利なんですよね。今の右狙いをしようかっていうね、そういう意識があったと思うんですけども、それをインサイドのスライダーでこう打ち取りに行った。右バッターが右打ちをするときにインサイドからスライダーっていうのはね、なかなかやりづらいんです。だからその右狙いしようと思ったところにインサイドに来るでしょ。それをこう追っつけようとするんだけれども、こう今のはもう計算通りでしょ。入ってくるからね、ついついその追っつけないままにこうヘッドが返ってしまうんですね。だから今みたいな打球になっちゃう。これは古田星の、まあ、思うツボに決まったというところなんでしょうか。さあランナーいなくなりました。ツーアウト。注文通りにね、相手を打ち取った時ってのはキャッチャー嬉しいもんでしょう。顔だけ見てると打ちそうですよね。今日で一番気持ちがいいんじゃないですか。打ちそうですよ。そうですか。ましてやライバルの相手ですね。でも残念でした。三振ということになりました。この回田辺選手に打ち取られたんですが、またまた1点が取れません。点は入っておりません。5回の表を終わりまして、2対1ヤクルトスワローズが1点のリードを守っています。ラガービール